いということは眠いということですから、足出していただいて、でこう役人がこう入れるわけですよね。あ、そんなものでいいですか。で足先にチャプチャプチャプってやりながら大丈夫です。そこで揉めないでね。熱い熱いってこうやってるぐらいがちょうどいいですよね。さてそれでは、普通はこれ H3 手の小指の清潔視力からやるんですけど、 H の5からやってみましょうかね。違いが出るかどうかですね。ちょっと外してもらって、はい、そうですか、うん、そうですね、はい、でちょうど秋から冬になる途中っていうのは副交感神経すごく働きを強める時期なんですね。実は喘息の発作が出たり、心臓が弱い、心臓の感受性が高い人は副交感神経性の心臓の症状が出るんですね。それにないかどうかっていうのをやってみたいと思います。で、指輪してらっしゃいますでしょう。でこういや指輪悪くないんですけど、締まり方がひどすぎますよね。もうギュンギュンにこう締まってると刺激をしてもここを刺激が通っていかない。これ取れます。ああそうですね。なくさないように金庫が私が持ってるか最近こういうのすぐ買い取ってくれますから私が、はい、でもう一回深呼吸して、ああって深呼吸して、でこの胸のこうざわつき感、もうざわつき感とかだとね、本人の感覚でしかないんです。だから検査で測るとかですね、そういうことは絶対できませんから。で私病院に行って心臓のことを見てもらって、検査には何も出ません言われますけど、こんなのが出る検査なんかもおそらくずっとないと思いますから。いいです、感じは分かりますか。これ覚えておくんですね、はい。で、手と足の水の清潔視覚が、足はどうですか、熱いですか。今ちょうどです、はい、あんまり僕は精神的な部分をコントロールするみたいなことは得意とはしてないんですけど、特に H5M の清潔視覚をするとなんかくよくよ しなくなったんですね。元気が出ましたとかですね、そういうことを言われる方がいます。バケツをください。はい、これはもう二次的な効果、それを狙ってやってるわけじゃないですよね。そちらこのくらい出してもね、こう自由流れる、こんな感じ流れる。これがこう量が少ないと効きませんですね。こんな感じですね。マサさん、そろそろちょっとお湯入れてください。これ一人でやってると結構大変だと思うんですね。お湯は入れるわ、視覚はするわ、患者さんの症状は効くわ、なんか一つが忘れて良さそうな感じになってきますけど、まあ違う、たまったところでも多分もう一個も出すのかな。はい、いいです、大丈夫です。ゆっくりつけてみて、おお、熱いですか、結構、はい。それで、ゴミバケツです、足で踏んで、で、いいですよ、はい、深呼吸してみてください。違いがあるかどうかっていうのを確認します。今何だったです。この胸の辺がざわつきたんですよ、うん、それをもう一回覚えておいてくださいね。ちょっと違うかなぐらいですね。で今度は H3 の清潔視覚です。
ょっとこう出方が悪いですね。で、足湯をやってる間こうやって治療するわけですから、そんな時間的なあのロスはないですね。で、今こう患者さんとしてお客さんとしてモデルやってもらってますから、あれですけど、自宅でやる場合はこれ、お湯入れるのは自分でやってもらえるんですよ。一手間かけるでしょ。もうこうなんですか、まずですか、で、反対側に行きましょうかね。あの、本当、私座ってやってます。あの、実際はですね、私がするとこっちの方の人が見えないですから、関節はこう曲げて、で、指の腹をこうするんですけど、こうやって出てくるでしょ。簡単なんですね。こう、まっすぐにしといたらこうして、なかなか曲げてます。ちょっと曲げた方がいいです。曲げて、キュッとこう押してやると出ます。あの、万が一家族で、あの、お父さんをね、治療しようという時に、お父さんの足がね、あまり香りがしないという場合は足をしてやっていただくと解消されますね。だから付き合いですから。もうそろそろですか。はい、ペシに呼吸してみてください。なんか違いがありますか。あんまり変わりがない。なんかその辺まで行く違いがありますか、はいはい、で、この辺なんかあるっていうのは心臓もそうですけど、あと肺とかですね、胃腸の問題もあります、胃というのはですね、精神的な肉体的な意思を全部表すところですから、それも関係しているかもしれません。ついで肺もやってみましょう。呼吸にはあんまり反映されてないんですよね。呼吸はあんまり変化ないんですよね。それとも胸がなんか嫌な感じで弱いんですか。どんな感じ。だいたい今朝どんな感じ。一つじゃないという場合もよくあります。それは肺と心臓とか横隔膜から上の臓器というのは大体こう一括りでしょ。この辺はだから互いに影響している場合もありますから、そこを考えると心臓の治療もやった、肺の治療もやった、それでだんだん良くなってくるというのは可能性が大きいな。どっちかというと右側は全部血の出がいいですね。左側の血の出が悪いですね。そうそう、いや全員じゃなくてこちらさんだけ右側の血が出るんですね。左側は全部良くないですね。はい、深呼吸というか胸の感じと思います。
りますか。じゃあ足をちょっと向いていただいて。うわ、女王様みたいですね。14回から15回にしておくとかですね、まあ、好きな回数やってます。